今年3月20日から開催された第6回沖縄国際映画祭。作品賞の発表をお願いします。ラブセッションです。おめでとう。作品賞はラブセッションが受賞しました。沖縄国際映画祭作品賞を受賞した音楽ドキュメント映画ラブセッション。この映画は10年間僕らの音楽 FNS 歌謡祭を撮り続けてきた板谷英二監督の初作品。まあ、ラブセッションですか。好きっていうか音楽好きになる前から聴いてるぐらいの感じじゃない。音楽好きになる前から聴いてるっていう詩も好きだし曲も好きだし、もう1000回ぐらい聴きましたね。岡本図と酒井優さんが憧れの先輩ミュージシャンにビデオレターでラブコール。おじめありがとうございます。台本なし、ストーリー一切なしの音楽ドキュメンタリー映画。しかし台本のないこの映画には数々の困難がありました。16年に一度の大雪、体調不良による突然の離脱、熱結構39度6分まで出るぐらい、ニューヨークから緊急帰国、なんか納得してない感じ、曲が決まらない、いや絶対嘘だ、アレンジが決まらない、アーティスト同士がさまざまな壁を乗り越え、思いが一つになった一夜限りの奇跡のライブが実現。数々のミュージシャンから応援メッセージも。詳しくはホームページまで。ミュージシャン超かっこいいと思って、それがもうなんかもうドキドキっとしました。踊りたいですね。ぜひあの場にいたかったです。究極の音楽ドキュメンタリー映画ラブセッション、大ヒット上映中。